デハビランド DH-106 コメット、英国海外航空の DH-106 コメット4で、ハビランドコメットは、イギリスのデハビランド社が製造した、世界初のジェット旅客機。コメットの名称は、自社のデハビランド DH-88 に続いて2代目である。定期運航就航後、ほどなくして、予圧された胴体の繰り返し変形による。 金属疲労が原因の空中分解事故を連続して起こした。これらの多くの犠牲者を出した事故の無数の教訓によって航空技術、とりわけ安全性を向上させることになった。イギリスでは1930年代、インペリアルエアウェイズやブリティッシュエアウェイズが大型の陸上機、飛行艇を用いて世界各地の海外植民地への航空輸送路を開拓し、 アメリカ合衆国と歯を競い合った。インペリアルとブリティッシュエアウェイズは1939年に合併して英国海外航空になるが、第二次世界大戦の激化により民間長距離航空路の開拓は一時休止を強いられる。第二次世界大戦中、イギリス政府はアメリカ合衆国との取り決めで欧州戦線に投入する。 重爆撃機の生産に集中することになり、一方のアメリカは輸送機供給を担当することになった。アメリカはこの取り決めにより、高性能旅客機の設計をベースとした軍用輸送機を大量生産にした。主力創発機のダグラス C-47 のみならず、C-54 や、弱機構装備の C-69 など、 当時最大級の4発の大型プロペラ輸送機をも生産、供給し、その過程で後年にまで至る大型輸送機の製造、運用ノウハウを蓄積していったのである。対ドイツ戦での機材供給合理化には、両国分担も適切であったが、イギリスからすれば、自国メーカーがその能力を爆撃機生産に傾注し続けることは、戦争終結後に見込まれる。 民間輸送機需要へのノウハウ構築に寄与しないのは明らかであった。当時のチャーチル政権は戦後の民間航空分野でも自国の先進性を保持し、その市場のニーズを探る目的で保守党の政治家であるとともに英国航空会の指導的立場にあったロードブラバゾンタラを委員長とするブラバゾン委員会を1943年2月に立ち上げ、 具体的なプランを検討させることになった。翌1944年には、タイプ1からタイプ4までの旅客機案がまとめられ、各々が国内の航空機メーカーに提示された。コメットマーク I に装着されたものと同型のゴーストエンジン後に、コメットと呼ばれる機体は、当初タイプ4として提案された、カテゴリー、すなわち超高速で、大西洋横断飛行可能な、 ジェット郵便輸送機として計画されていた。しかし、同国発ジェット戦闘機の開発に成功していた、老舗航空機メーカーで、ハビランド社は、より大型化した、ジェット旅客機という、全く新しいジャンルに挑むことを表明し、軍事省から2機、英国海外航空から7機の仮発注を受け、国家プロジェクトとして1946年9月に開発が始動した。 計画着手時には24隻クラスの無翼気案が有力だったが、同年、デハビランド社が、ドイツの目163、コメートを模して開発した、無尾翼高速研究機 DH-108 は、試験飛行中に墜落、同社創業社長、サー・ジェフリー・デハビランドの息子で事故機の操縦者だった、ジェフリー・ジュニアは死亡した。このため、デハビランド社長にとって、 世界初のジェット旅客機を自らの手で早期に完成させることは悲願になり、機体は堅実な艦光体翼案に転換するとともに、融通性重視で自社製ターボジェットエンジン、ゴーストエンジンが選定された。イギリスで開発され、第二次世界大戦終結時にはすでに十分な実績を積んでいた延伸圧縮式。 ターボジェットエンジンだったが、機械的限界から水力5000ポンド以上に向上する余地がほとんどなく、当時における最強水準であったデハビランド、ゴーストやロールスロイス、ニーンとて例外ではなかった。ジェットエンジンの改良面で遠心式よりも構造は複雑化するが、象形で応答性に勝り、制御パラメータがより多く取れ、発展性のある軸流式への転換は、 技術的必然であった。しかし後退翼と同様に、軸流式ターボジェットエンジンの分野で先陣を切っていた。ドイツの技術者は、ドイツ配線と同時に、米ソが奪い合う形で自国に招平していたため、英物は、独自開発を余儀なくされ、大きく出遅れていた。コメットの設計着手時に、基礎研究段階にあった、直流式エンジンのロールスロイス、エーボン、並びに、 アームストロングシドレー、サファイアの開発は難航し、実用化は1950年以降になると予想された。それらの完成を待っていては、コメット計画全体が遅延するため、あえて消失力のゴーストで試作が進められることになった。機体の規模に対して、4発をもってしても水力が不足するゴーストの採用は、設計全体に影響を及ぼした。 コメットが、未だ製図盤上にあった1947年末に、米ボーイングはドイツから受け入れた、亡命技術者たちに、青天井の予算を与え、戦時中のプロジェクトを継続させた結果、交代翼を持つ、超革新的な六発式大型ジェット、戦略爆撃機、B、B-47 を進む空させるとともに、後に主流となる、 主翼パイロン釣り化式のエンジン搭載法を特許で固めてしまった。このため、デハビランド社の主任技師、ロナルド・ビショップは空気抵抗の低減を兼ねて、主翼付け根に体型な延伸式エンジンを2機ずつ埋め込む回避策を選んだ。水力の不足を補い、高余圧とマイナス60度 C に達する低温に耐える、必要から機体には、 th-98 モスキートなど、同社のオイエゲーとも言える、木製高速機で十分な経験を積んだ、合成系接着剤が多用され、新開発の超、ジュラルミンウスニクモノコック構造による徹底した、軽量化と、表皮の平滑化が図られた。後に、すべての大型機に装備される、ボギー式主輪を初採用したのもコメットで、これらは、 ロイヤルエアクラフトエスタブリッシュメントとの共同開発である。試作初号機コメット試作初号機のシンクが行われた1949年7月27日は、ジェフリー・デハビランド社長自身の57歳の誕生日であった。彼はこの日、世界初のジェット旅客機の初飛行にあたり、チーフテストパイロットのジョン・カニンダム元空軍大佐と共に、自ら操縦席に座った。 これは、当時の最新鋭機であるダグラス DC-7 よりも早く、ロッキードコインステレーションの改良版である L-1649、スーパーコンステレーションと、ほぼ同時であるものの、アメリカのライバルたちはいずれも、巡航速度時速 500km 台以下のレシプロ機であり、コメットの実用化は、他の追随を引き離した、独走状態であった。しかし、 同時期の軍用機分野では、すでに1947年に、後退翼の大型ジェット戦略爆撃機、B、B-47 が実用化されており、そのスケールとともに、フラミンゴのように、スマートと評されたほど優美なフォルムで、全世界に衝撃を与えていた。対して、まるでレシプロ機を、 ジェットエンジンに乾燥したのみのように見え、さらに後退翼もない保守的な外観のコメットには、失望の声も、半ばしていたという。試作2号機の初女飛行も、1950年の同じ7月27日に、同じメンバーでなされた。その後テスト飛行が本格化され、離着陸時の安定性や、 舗装が貧弱な滑走路への重量配分を考慮し、主脚が大型のタイヤ1個から、現代の大型旅客機でもよく見られる4個のものに変更されるなど、就航を見据えて様々な改良が施された。英国海外航空のコメットマーク I1951 年1月9日には、コメットマーク I の最初の量産型が、英国海外航空に納入された。速度。 高度ともに、前人未踏の領域を飛ぶ、初のジェット旅客機には、地上支援体制をはじめ運航システムのほとんど、すべてを新規開発する必要があり、イギリス空軍、英国海外航空と共同の上、航路開拓も含めて2年間の入念な準備期間が置かれ、その間2機の試作機は、世界各地に飛来し、先々で戦望を浴びた。1952年5月2日に、 満を持たした初の商用運航が英国海外航空のコメットマーク I によってヒースローヨハネスブルグ間で行われ所要時間を一気に半減させてみせた。同年内には5機のコメットマーク I が完成し定期運航や試験飛行に使用された。同年7月8日には BOAC のコメットマーク I が東京国際空港に試験飛行で飛来しロンドン 東京間を27時間22分という新記録を打ち立てた。コメットマーク I は乗客数はダグラス DC-6 やロッキードコンステレーションなどの従来のプロペラ機と同等かそれ未満で航続距離も同様であり太平洋は愚か大西洋横断路線の無着陸横断も不可能であった。しかし従来の2倍の速度だけでなく定時発着率の 高さも実証され、さらに天候の影響を受けにくい高高度を飛行することや、ピストンエンジンと違い振動も少なく、スタートまでの時間も短いなど快適性もレシプロ機の比ではないことが明らかになり、英国海外航空のみが就航させていた、初年度だけで3万人が登場する人気を博した。 英国海外航空のコメットマーク、IL フランスのコメットマーク、I61953 年には、試作2号機が、ファーンボロー国際航空ショーで超低空90度バンクターンを決めてみせたほか、エリザベスを対号羅を乗せた、招待飛行を行うなど、イギリス航空会は、その存在を存分にアピールした。さらに8月には、南回り航路経由で、ヒースロー羽田館や、 ヒースローシンガポールという長距離路線にも定期就航した。第二次世界大戦中にジェット機の試作と量産開始にまで成功したものの、占領下で航空機開発の一切を禁じられ、ジェット時代の到来になす術もなくいた、日本の元航空技術者たちは、コメットの銀欲と海音に悔しがったという。ドルバコ路線の一つであった。 大西洋横断路線にこそ就航していなかったものの、順次航路を全世界に拡大したのみならず、間もなく、エールフランスやトランスカナダ航空、ワットなどでも運航開始され、懸念された燃費も低廉なジェット燃料と高い、満席率で相殺できることが分かり、就航当初の様子見気分は払拭された。また、イギリス王室メンバーの海外訪問や、イギリス連邦諸国、 そして植民地訪問にも頻繁に利用され、その威信を内外に固示した。ロールスロイスエボンエンジン搭載のパワーアップ型、マーク2は日本航空やパンアメリカン航空、エアインディア、南アフリカ航空、アルゼンチン航空など、世界中の長距離国際線を運航する、フラッグキャリアから50機以上のバックオーダーを抱え、コメットは順風満帆の船で出であった。 さらに、大西洋横断飛行用に、航続距離延長と機体の延長が施されることとなったコメットマーク3は、パンアメリカン航空やキャピタル航空などのアメリカの航空会社からの発注を受けるなど、量産体制に入ったデハビランド社は、前途洋々であった。就航から1年の間に3機のマーク I、IA が、離着陸時の事故で失われたが、 乗客に死者は出なかった。いずれも高速機特有の挙動に不慣れなパイロットの操縦ミスによるものと判断されたが、マニュアルが改定され、運用法が変更されたほか、既存機にも失速性能向上のための改良が施された。しかし1954年1月に、ローマのチャンピーの空港を離陸後、イタリア近海を飛行中の英国海外航空のマーク・アイ。 IA が墜落し、乗客乗員35人が全員死亡した。回収された残骸の状況などより、空中分解が疑われ、本件事故の発生を受けた英国海外航空は、コメット前期の運航を停止し、東京、シンガポール、ヨハネスブルグに中期していた3機を、郵便物以外空席のまま低空飛行で、ロンドンに呼び戻した。その後、対空照明を取り消されたが、 問題部分と思われた箇所を回収後に運行が再開された。しかし運行再開後の同年4月にも、イタリア近海を飛行中の南アフリカ航空のマーク I、IA 機が墜落し、乗客乗員21名が全員死亡した。二度にわたる空中分解を受けてコメットは再び、対空照明を取り消され、前期運行停止処分になった。 この時も羽田空港に滞在していた英国海外航空機が運航停止の法を受けて乗客を乗せず抵抗度飛行をして急遽本国に取って返している。回収され復元されたジー・アリップ機と亀裂発生箇所イギリス空軍のコメット C2 時のイギリス首相のウィンストン・チャーチルから 資金と人員を惜しまず徹底調査せよとの指示を受けたロイヤルエアクラフトエスタブリッシュメントによってイタリア沖に1月に墜落した機体の大規模なサルベージと復元作業が行われイギリス国内のみならずアメリカからダグラスも参加して徹底的な調査が実施されたいくつかの事故原因が取り沙汰される中最も有力な説として予圧された胴体が 高高度を飛行する中で、金属疲労で破壊された可能性が指摘された。そこで実際に、英国海外航空で使用されていた、コメットマーク I1 機を試験用に、廃用、巨大な水槽を建造して、中に胴体を沈め、水圧をかけて、地上で人工的に、余圧状態を作り出し、これを解除するサイクルを繰り返す。 極めて大掛かりな再現実験が計画された。人力制御で1954年6月初旬から開始された試験では、致命的な破損が発生まで数ヶ月かかると予想されたところ、実際には3週間足らずで発生した。その後実験データを解析した結果、数万フライト分と計算されていた構造寿命が実際には1桁低かったことが判明した。 1955年2月には離着陸サイクルで加減圧と熱収縮の反復にさらされたことで発生した金属疲労が原因だとする最終報告がまとめられた。窓枠の角、あるいは後方装置取り付け部に亀裂が発生し、これが成長して機体が破裂的な空中分解に至ったのである。このシークエンスが明らかになったことで、その後のジェット旅客機は、 応力の集中する窓などの開口部の角を丸くし、また1万1亀裂が生じても、その成長を食い止めるフェールセーフ構造が取り入れられた。なお、連続墜落事故発生当時、製造ライン上にあったマーク2は量産型13機が完成した。日本航空やパンアメリカン航空など世界各国の航空会社から受けていた発注を全てキャンセルされたが、 状態構造を変更、強化し、飛行回数を制限した上で、イギリス空軍の輸送機として、継続運用され、安全性を実証する傍ら飛行データの収集が、続けられた。英国海外航空のコメットマーク3、コメットマーク4のインテリア、英国海外航空のボーイング707に囲まれる、コメットマーク4を続くマーク3はこれらのフィードバックを受けて、 抜本的な解説系を受け、大西洋横断飛行が可能なストレッチ版の本格仕様に成長し、1954年末に初飛行し、一機だけ生産された、原型機は主に、ロールスロイス社のジェットエンジンの試験機として運用された。しかし、同年367から80を進むゾラさせた、アメリカのボーイングが、自社の新型旅客機が、 実用化するまでの間、FAA に政治的圧力をかけて、アメリカの対空照明の再発行を先延ばしさせ、続けさせたとも言われ、また、英国海外航空も1956年には、ボーイング707を発注していた。さらに、パンアメリカン航空や日本航空、アリタリア航空などの航空会社からは、コメットの再発注を得られず、 設計着手から10年を経ていたコメットは、この空白期間にリードを失い、陳腐化を容疑なくされてしまった。改良型のマーク4は、かねてから運航を行っていた英国海外航空に、合わせてアルゼンチン航空、ダンエア、オリンピック航空やメヒカーナ航空、マレーシアシンガポール航空など、多数の航空会社からの発注を受け、 1958年10月4日に、英国海外航空の手によってようやくロンドン、ニューヨーク間の定期便に再就航した。しかしマーク4は、わずか1ヶ月弱後に就航したより高速でより、大型のボーイング707や、ダグラス DC-8 やコンベア880ら大、2世代機との競合に敗退していった。そこで、 乗客数の少ない路線にターゲットを絞ったが、皮肉なことにそちらは、血縁関係とも言える、中短距離用の手動カラベルが好調なセールスとなっていた。さらに1960年10月には、英国海外航空のボーイング707が、納入したため、就航からわずか2年でドル箱であるヒースロー、アイドルワイルド線から撤退した。以降は北アメリカや極東、 オーストラリア路線からも蓄次撤退し、中東や西アジア、アフリカなどの比較的競争が激しくない中距離帝国ルートを中心に飛ぶようになった。1962年には事実上の後継機となるイギリス製のビッカース VC-10 や中短距離向けのホーカーシドレートライデントが就航したことなどによりオーダーが途絶え、1964年にコメット4の 生産は79機で終了した。コメットには、ジェットエンジンを、ロールスロイス、コンウェイに換装し、座席を増加させた、コメット後の開発計画もあったが、発注がなかったため実現せず、コメットシリーズは全シリーズ合計112機を持って、生産を終了した。ダンエアのコメットマークー生産は終了したものの、マークーとマークーシリーズの事故率は、 同時代に就航していた競合機より明らかに低く連続事故後に施された安全対策が完全に走行したことを実証してみせ、その後も英国欧州航空や TAP ポルトガル航空、ミドルイースト航空、エジプト航空など世界各国の航空会社で運用された。しかし、国際戦旅客機の急速な大型化や高速化、 さらに中近距離路線のジェット化により、英国海外航空を含む主要な、運航航空会社もボーイング707やダグラス、DC-8 などへの代替を進め、英国航空会社はボーイング707やビッカース、VC-10 が揃った1960年代、後半に運航を終了した。さらに他の航空会社も、 より運行効率の良いボーイング727やホーカーシドレートライデンとボーイング737やマクドネルダグラス DC-9 などの中型機が相次いで登場したこともあり1982年までに全ての航空会社から全機体役している。なお貨物専用機にするには胴体が細くまた燃費も悪くわずか数機が貨物専用機に コンバートされたのみであった。最後まで使用した航空会社はイギリスのダニアであった。コメットを原型として燃費改善のためロールスロイススペーターボファンエンジンに換装した対戦哨戒機ニムロットが1967年から64機製作され2011年の退役までイギリス空軍で兼用された。ロッキード L-188 エレクトラ同様。 列速と低燃費が、紹介機としての適性を満たし、かつ適当なサイズ、羊が旅客機のため搭載電子機器にとっても良好な、居住性、長時間耐久性能、ジェット燃料仕様による資材共通化などが評価された。主翼付け根にエンジンを集中配置しているため、一発停止時のトリム変化も最小で済み、紹介時には、 燃料節約のため単発飛行も可能である。シュドアビアシオンカラベルエールフランスがコメットマーク I を発注した最短中距離向け創発ジェット旅客機の開発中だったシュドエスト社との間で開発期間の短縮を目的に胴体設計、操縦系を含む運行システムのほとんどを技術供与する旨の契約が交わされ、 コメットの機種をそのまま流用した同期は1955年に初飛行した。カラベルはリアエンジン方式で初めて成功したジェット旅客機となり、最終的にコメットを上回る279機が生産され、2000年代まで運行された。メヒカーナ航空のコメット4、マレーシアシンガポール航空のコメットマーク4。ありがとうございます。